あ、ルカリオじゃん。なんでルカリオ買うとこあるの？ワン。誰だおめえ。私はハク。ハク。君は？千尋。そっか、スッチョというかよろしく。クワン。ルカリオ。ルカリオも君から波動を感じたようだね。もし呼びしてくれないって訓練場に来てくれないか。今のなんかダイヤモンドパールに出てくるルカリオ持ってるルカリオの相棒のなんかあれに似てたよね。名前忘れたけど先祖かな。ちょっと待って、これやるべきなの？これ行くべきなの、やるべきなの？ちょっと嘘でしょ。終わったよね、終わったよね。終わったってことでいいよね。終わったよね。終わった。もうない。もうない。アルセウスは出てきませんでした。そうです。アルセウスは出てきてないです。出ません。アルセウスは出ません。ルチョンさん。象形文字ですね。各地に設定したらこうして失うんではないかと。善なる神のかけら、勇気あるものポケモンと心を通わせ。かけら何かを探し出した。かけら？善なる神、宇宙の創造神、その名はアルセウス。ちょっと待って、は？まあ、嘘だろ。このゲームマジで言うてんの？俺は今17時間やったんだぜ。は？秘宝です。コントローラーの電池が切れました。コントローラーの電池が切れました。なんとコントローラーの電池、ここで電池切れる。マジで？皆さん、それでは今日の夜12時に会いましょう。今日の夜12時に皆さんもう一度お会いしましょう。ポケットモンスターアルセウス第2夜の開幕じゃー。
じゃあじゃらじゃらじゃらじゃーじゃらじゃ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 らじゃらじゃらじゃーじゃんじゃらんじゃーん、たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、窪の中、女の子のスカートの中、わったのじゃなくて、だってコントローラーの充電切れたもん。だってコントローラーの充電が切れたんだからしょうがなくない？とりあえずね、一旦枠は切ろう。んで、全編録画公開&YouTube 公開を今からする。うん。で、切り抜きを TikTok に今から上げまくる。っていうか、ぶっちゃけ俺今さ、全く眠くないけどね、正直。17時間だって、まあぶっちゃけ起きてる時間はね18時間だからね、うん。今日この配信のためだけに何時間かかっても構わないように直前まで爆睡してたから、まあ全然眠くはないんだよ。まあとりあえずね、充電がなかったから本当ここで切れるかってとこで切れたよね、本当マジで。一旦ここでね止めようか、ゲーム自体を。ここで止まる。ここで止まる普通。おもろすぎるだろ。ここでのさあ続けようと思ったらコントローラーピクリと動かなくなってるからさ。っていうか確かにさ、左のスイッチオンゲームって書いてるところがさ邪魔してさ、電池がバッテリーが少ないですという表示がさ見えなかったんだよね。おみくじなう大吉かな。まあそれではまあ一旦ね、ちょ一旦マジで一旦休憩挟もう。これ以上のは人間が頑張ってやる領域ではないと思う、うん、よし。ってわけで寝よう多少ね。まあ12時に第2章が始まりということで、皆さんはそれまでお待ちくださいませ。今から YouTube のチャン YouTube をひたすら動画上げまくるからよろしく。というわけでお疲れ様でした。12時にみんな集合。バイバーイ。